はい、どうもこんにちは、ナッチでございます。今日いきなりですが新キャラが発表されまして、なんと明日の12時から実装と、すごいスピードで新キャラが実装されるみたいです。で、ね、相変わらずこのゴッドベースが遅いのはまあいいとして、もう逆にいい、もう。はい、じゃあ、早速ですが新キャラをね、こう雑談していきたいと思います。まず火属性が稲姫ですね。稲姫がこれ面白いのがですね、覚醒進化するんですよね、今回の神様は。で、星6なんで馬長とか、花崗豚とか、あの辺と同じでダイヤ玉から出てくるんですけども、戦国竜と鬼の仮面を使って、覚醒進化します。だからもちろん神タイプは消えますね。はい。で、スキルなんですけども、スキルも違ってこれ面白いのが、陣というのは変わんないんだけど、副効果が変わってるみたいな感じですね。はい。じゃあ順番に見ていきましょう。まずこちらの稲姫が1ターンの間2コンボ加算されて全ドロップが引き回復に変化と。ここでもうすごい相性のいいキャラクターが浮かんできますね。そう、不動明王です。貴族性の、本家の不動明王にめちゃくちゃ相性いいと思います。今まではベルダンディの陣しかなかったのかな。トーリエもあったけど、トーリエ1コンボ加算でしかも回復はなかったんだよね。ただこっちは回復しながら火も木も消せて2コンボ加算っていうこの十字のコンボが組みにくいパーティーにすごいね、相性のいい陣だと思います。だから僕は稲姫が出たら進化前で置いとこうかなと思っております。まあプラスがついてくるんですけど。はい。で、覚醒素材に信玄と政宗ですね。信玄と政宗使って、そうすると、サブでも使いやすくなるのかな。バインドと覚醒無効状態を3ターン回復、全ドロップが、引き回復に変化と。下は変わってないんですが、バインド回復と、覚醒無効解除がつきます。火属性は特に覚醒無効解除のキャラクターがいなかったと思うので、多分ね、多分ごめんなさい、いたらごめんなさい、多分いないと思うので、まあ火属性の枠としては貴重かな。で、リーダースキルもなかなか強くて、リーダースキル変わってないのか、変わってないですね。筋肉マンみたいな感じで4つからしか消せないんだけど強いみたいな感じですね。ただ4つで8個必要なのかな。2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力4倍と、なかなか難しそう。続いて水属性でございます。ネネですね。はい。こちらが全ドロップ水光回復に変化、1ターンの間2コンボ加算、スキルは一緒みたいな感じですね。こっちも3段回復なんで一緒ですね。はい。こちらはですね、あ、同じか、リーダースキルも同じような感じですね。じゃあ火水木はほとんど一緒なんですね、色が変わっただけって感じかな。水と光と回復を使うキャラクターってなんかいるかな。難しいね、なかなかパッとは思いつかないんですけども、とりあえずジンが使えますと。まあ、これも同じような感じですね。属性が変わってジンの色変わったって感じ。覚醒も何も変わっておりません。さあ本命お市、こちらはなんか変わってないな、一緒だな。はい。こっちは進化素材に信長を使います。しかも究極してます。イコール戦国竜を全部回らないといけないっていうね。政宗に関しては2体取って、しかも金継ぐまでゲットしないといけないっていう。こちらも一緒ですね。スキルは三成と同じなんで、メイメイとかリュエルと相性がいいと思います。で、ただこっちは指が1個少なくてスキブが3つですね。そこになんか違いがあります。これ信長使ってるか使ってないかで変わってくるのかな、よくわかんないけど。そして光属性、立花銀地用でいいのかな、わかんねえ。じゃあ、僕ね、歴史書があんま詳しくないんでね、じゃあ合ってるかわかんないんですけど、光になるとやっぱ一気に変わりますね。なんと7コンボ強化2つがあります。で、一旦の間2コンボ加算される、全ドロップを火水木光回復に変化と。闇以外ですかね、闇がないという感じですね。あ、じゃあ、昨夜とすごい相性いいんじゃない？回復も作れて。なかなか、あ、でも光なのか。あ、でも進化したら水つくんですね。じゃあ、昨夜とさらに相性がいいかもしれません。で、こっちになると激減がつきますという。ま、これはだいぶ使い分けができそうですね。ま、ただ、サブとして使うならやっぱこっち。進化後だと思うので。この暗闇とお邪魔耐性があるのもなんか昨夜に似てますし。これ昨夜と使いたい感じかな。はい、最後が濃姫でございます。濃姫も同じですね。こちらは光がない版の陣で、7コンボ強化2つありますと。で、こっちも信長使います。で、信長使うとスキブが3つあります。なぜかね。じゃあこっちはドゥルガーかって感じですかね。はい、まあそんな感じでございました。最近明王シリーズとか、あとは三国の神第2弾、
とかは結構法則性がなかったんですけど、今回は割と法則性がありますね。ちゃんとみんなこう光と闇が対になってて、で3色は色が違うだけみたいな、そんな感じで、まあちょっとした覚醒の変化とかありますけども、まあ大体同じような感じのスペックでございます。ただこれがね星6なんでね、ちょっと出にくいんじゃないのかなっていうのが、やっぱり難しいポイントかな。僕的にはこのお市は欲しいなと思ったんで、星6でも全然いいかなっていうスペックなんで、ぜひ欲しい方は引いてみてください。明日の15時からゴッドフェスでございます。で裏フェスなんですが、こちら戦国ゴッドカーニバルがやっております。戦国ゴッドカーニバルがやってるんですが、なぜか妙計が上がっておりますと。妙はなんか戦国に関わっていたのかな。まあ戦いはしそうですけど、まあそんな感じで裏ではこういうゴッドカーニバルやってますので、まあ闇フェスとかよりかはいいキャラが出やすいんじゃないのかなと思います。まあ個人的にはお市ぜひともゲットしたいキャラクターなんで、皆さんもぜひ回してみてください。以上新キャラの雑談でございました。バイバイ。